ムズのレイナです。リサです。今すっぴんです。すっぴんです。今日は私が普段しているメイクをしていきたいと思います。はい、今日はリサになりきりたいと思います。ではスタート。スタート。まずピンで前髪を留めてもらいます。止めます。あー、前髪ない。こういう評価やめてくださいね、皆さん。では、はい、まずは、はい、下地から。まず下地はこれ、素顔のスノーホイップクリームと、見える、これ100均のダイソーだね。ダイソーのカラー下地の、私はあの鼻の赤みが強いのでグリーン使ってます。スポンジを使わない主義者なので、はい、出てきます。やば、うん、ちょっとリサとこんな、なんか目開けたらリサがいるって思うとちょっと気持ち悪いので離れてから。おお、すごいね、雑なんすよ。いつもちょっとあの鼻の下のところで話してて、私あのまとめて何点かにボン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 塗ってからこれ良くない？これ、伸ばしてよ。はい、すごいね、なんか人に化粧したことないから。リカちゃん人形の髪の毛を結んだりするじゃん。あ、そんな、まあ、それはしてたけど。でも私昔リカちゃん人形坊主にしたの。リカちゃん人形坊主にしたの。はい、ないじゃんもそうだよ。でもなんかリカちゃん人形の髪の毛ガサガサで、リンスかけたけどガサガサで、てかリンスかけちゃダメダメじゃん。切っちまえと思って、切ったらもう止まらなくなっちゃったつるってになった。本当に坊主になった。あの時はね、母親とお姉ちゃんに笑われましたね。今素顔のやつだけ塗りました。鼻以外に大層の、はい、鼻だけ。そう、私はいつも鼻だけ。とりあえず下地が完成しました。次コンシーラー、はい、あの有名なね、ザ・セム。これもらったんす、私に。何番だっけ？1.25。そうです。あ、今ちなみに全部終わったところね、グリーンのやつね。はい、はい、目つぶります。目を切っていい？はい、はい、私自分で言うときはあのここにちょっとね、ニキビとかあるから性格してるけど。で、これ終わり。今下地とコンシーラーまで終わってます。どうだろう、変わったかな。で、次はファンデですね。ファンデーションは何を使ってますか？これあの新大久保で買ったんですよ。はい、ちょっと後ろがね、韓国語だからね、あんまりよくわかんない。で、私は筆派なので資生堂の筆、これ超いい、めっちゃいい、まあ、これ友達に教えてもらったんだけどね。はい、じゃあやっていきます。はい、目つぶる？うん、止めてた方がいいかな。眉毛ティントしてる？ティント、あ、私は脱色をしてますね、時々。はい、はい、今こんな感じで、奥二重なので普段アイテム使ってます。どこのですか？
ダイソーのよくみんなが使ってるやつ、はい、伸びるやつですね。そう、伸ばさないんですけど私で、まあ、この方二重なんで本当は必要ないんですよ、ね、でも私こうやってわかる、こう裏、あ、こう今こうこっち綺麗な二重だけどこっちねグイッて入っちゃってるので私も時々使います。今ちょっとまだ浮いてるけど、これね、これだけやって、これでもうこれだけでも二重がねできた。こんな感じで貼ってますか、すごい。こんな感じです。これシャドウで、あのこれ雑誌のジェリーの2017年の付録ですね使ってるみたいです。このエモダコラボのやつ、これめっちゃいいんですよ。でジェリーの付録のコスメは基本好き、うん、そう、これを使ったり、まあ、違うの使ったりその時の気分で、はい、で、あの、まあ、見たら分かりますよね、この下です下です。これゴールド感の強いこの下をよく使ってます。こっちはたまに使うけど、ちょっとこっちだとラメ感が強すぎるので、はい、こっちです。シャドウするんですよ、はい、でこの際ら辺に、際ら辺もっとブラウンのやつをしてるんですが、はい、ちょっと最近使っているブラウンシャドウがなくなったので、今これあのキャンメイクのミックスアイブローなんです。これ眉毛のやつなんですが眉毛のやつを描いてるってことで、あの眉毛のやつの基本眉毛の時に私この真ん中しか使ってなくて、ここがもったいないじゃないですか、はい、だからこのここの色、一番上の色が普段使ってるシャドウの色に似てるので、はいはい、これを使います。はい、ちなみにブラシはダイソーのミッキーです。はい、目つぶります。はい、これをねこのアイライン引く感覚のぐらいに、え、これブラシでやってる、ブラシでやってるよ、手でやってるから。はい、こんな感じですね。これでシャドウとりあえず、はい、次はアイライナーで、はい、ちょっとね使いすぎて文字が切れてるんですよ。これケイトのスーパーシャープライナー A、 これを引いていきます。アイライナー、アイライン怖い、引くの。いいよいいよ、あ、全然違う、長い、こんな感じだね。本当はリサもそう。今日の目尻ですか、私。こっちはビフォーアフターです。基本目尻跳ねてます。はい、ミスったけど、こんな感じで跳ねてます。跳ねてます。これがリサのメイクのポイントだね。そう、はい、はい、次はマスカラです。はい、じゃん、モテますから、不老不死モテますから、ナチュラル1、私あの普段マツエクなんですよ。ほいほい、なので上は基本マスカラはしてませんので、マツエクの時はこれですね。何ですか、マツエクキープコート。ほ、どこのかはよく分かりません。マツエ美容液を普段はしてますが、今日は、ま、マツエクがない方なので、私はマツエクはしません、マスカラしません。はい、
怖っ。怖い怖い怖い。いいよ。めっちゃ怖いよ。で、口開けちゃうんだけど。やっとこう。ちょっとさ、ビューラーが一番怖いんだ。ビューラー自分でやろうか、うん。ビューラーだけちょっと自分でやってください。はい。まあ上げたら、はい。ちょっと私が普段マスクしてない風でいく。ビューラーした後にマスカラするの。で。まつげだけの時はホットビューラーもしてた。うん。続いては眉毛をやっていきます。ちょっとね疲れすぎてねこれはやばい。これはマジでこれやばい。ちょっと言い訳させて、うん、これねマジでね最近お店にないの。どこのですか。これは見てこんなね、これ会社の人絶対喜ぶ。本当これね資生堂の眉墨鉛筆3番。マジでないの最近どこにも。見つけたらまとめ買いしてんだけど。これ私親指ちっちゃいんですけど。小指ね。それ小指だ小指よりちっちゃい、うん、爆笑これ。でこうやってやればほらこうやってやれば普通だ、うん、めっちゃリピしても。はい。リサは太眉ですか平行眉ですか。こんな感じですね。はい、はい、じゃあ描いていきます。私あのすっぴんでも、うん、眉毛がある人なので、はい、基本的に。ちょっと下がっちゃったけど、ね、でもまだ前髪がね、うん、あるから。ちょっとこっちが下がりすぎてんのか。いやでもいいよ。まあ、いっか。困りないようにね。あすごい手みたい蜂みたい。で上からパウダー。これもキャンメイク。先ほどのあのシャドウで使ってたのキャンメイクのアイブミックスアイブロウ3番。3番の、はい、見たらわかるでしょ。この真ん中、はい、真ん中真ん中を使って、真ん中をちょっと上から全体的に、ね、はい、重ねる感じで。これもまたしてもキャンメイク。キャンメイクプチプラですね。キャンメイクカラーチェンジアイブロウの3番。3番大丈夫。はい。あ、ちょやばい。染みなかった感じ。染みなかった。おお、全然違うさっきと。さやっぱり下げすぎたね。でも私もともと端っこが眉毛ないので中学生の時抜いてたからね。はいはい。ちょっと眉毛失敗したけどここね。で私はあのアイテープしたからさらにアイプチをします。若干だけキューティーキューティー見たことあるね。そう、はい、これします。これを、全体に塗るだけじゃわけじゃなく、本当使い方わかんないこれ。本当はピッて塗ってグイッてあげるよ、ね、このね2本の方でグイッてやるんですけど、私はこの細い方が好きなんですよ、うん、細いのに塗って。へえ、初めて見た。で高校生の時とかね。はい、食べて。はい、あげて。なんか若干だけ若干癖つけるって。あ、すごい。多分こういうやり方する人あんまりいないと思う。え、いいよ。こんな感じで。こんな感じです。あんまりもう目立たなくなりましたね。うん、次はチークですね。チークに、そう、2種類使ってます。チークも。その時によって違うんですけど、私基本オレンジチーク派なんですが、だけど最近はパウダーにしてます。1個目これですね。はい、見えます。キャンメイクパウダーチークス PW39。 あの秋ぐらいに流行ったスミレ色ね、すぐねなくなっちゃいました。そう、スミレ色チークですね。ちょっと一瞬んってやって、ニコって OK。
ニコってした上のとこにこう斜めに入れます。はい、今スミレ色だけしてる状態です。はい、で上からこれもほらミハーだからね、キャンメイク、キャンメイクのパウダーチークス PW40 イエローチーク、これも流行ったね、流行ったね、すごい流行りましたね。これをそのピンク系の上にのせると、はい、ピンクが和らいでくれるから、はい、そのピンクを普段あんまり使わない私にも使いやすい。あ、最後ははいリップ、見えない、あ、シールが見えちゃった、ここやね、マックマックのプレッププレッププライプレッププライムリップ、はい、わかんないよね、リップ下地みたいな、うん、こんな感じのやつ。おすすめのところはこれなんか縦じわとかが消えやすいらしいです、うん、ちょっとねココナッツみたいな匂いしました、うん、いい匂い、ごめん歯に直撃したわ今で、リップの色はその時によってバラバラなんですが、はい、最近はこれあらプチプラ続きだけど、これはプチプラじゃないよ、見えないね、ディオール、そうディオールのアディクトリップグローマックス210番ホロピンク、これもねインスタで見つけてね速攻買ったやつ、言ってたよね、ハートだっけ、ハートじゃないんだよ、なんかねカラフルなんだよね、そうね、あ、これでわかるわかる、そうそう、こんな感じでなんかピンクっぽいのとオレンジ味が重なってるやつですね今のひどくないえ、私、待って薄いって思ったことないよ、はいはい、で、グロスはしない方が多いです、プリクラ撮るとか写真撮るとかはするけど普段はしません、はい、で、今日はしないんですが、はい、カラポン最後に紹介します。どこのですか、これはキャンディーマジック通称キャンマジのルミエールブラウンです。これは後でカラポンした時の写真載せとくので見てください。はい、完成しました、パチ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 、3、2、1、じゃーん、どうですかね、リサになったかな、目の大きさが違うかな、いや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 、リサになったでしょうか、うん、今度は逆で私がリサに私のメイクをちょっと紹介していきたいなと思います。バイバーイ。